ペリービルの戦いは、南北戦争中盤の1862年10月8日、南軍のハートランド構成の頂点として、ケンタッキー州、ペリービルの西、チャップリンヒルズで行われた戦闘である。南軍将軍、ブラックストンブラッグのミシシッピ軍は、北軍ドンカルロスビューエル少将のオハイオ軍の、実質的には一個軍団に対して、戦術的勝利を挙げた。 この戦闘は、ケンタッキーの戦いと呼ばれることもあり、戦闘後間もなく、ブラッグ軍が、テネシー州に引き上げ、境界州である、ケンタッキー州は戦争の残り期間北軍の支配するところとなったので、北軍の戦略的勝利と考えられている。10月7日、ブラッグ軍を追跡していたビューエル軍は3列で、小さな交差点の街ペリービルに集結した。北軍は、 戦闘が広がる前にスプリングフィールドパイクでまず、南軍の騎兵と小競り合いを演じ、ピーターズヒルでは、南軍の不評が到着した時に、両軍ともに、新鮮な水に接しようと必死になった。翌日の夜明け、ピーターズヒル周りで戦闘が再開し、北軍の師団がパイクを前進し、南軍戦線のすぐ前で止まった。正午過ぎ、南軍師団が、北軍左翼。 アレクサンダー・マクック少将の第一軍団を突き交代させた。南軍の勢力が戦闘の場に集結した時、北軍の戦線は頑強に抵抗し反撃したが、最終的にいくつかの部隊が改装して交代した。ビューエルは戦場から数マイル後方に降り、戦闘が起こったことに気づかず、午後遅くまで前線に予備隊を送らなかった。 北軍の左翼は2個旅団で補強されてその前線を安定させ南軍の攻撃は散発になって止まった。その後南軍3個連隊がスプリングフィールドパイクで北軍師団に攻撃をかけたが反撃されてペリルビルに交代した。北軍が追撃して暗闇前の時間帯に通りで小競り合いが起こった。この時までに北軍の増援が 南軍の左翼を脅かしていた。ブラッグは兵士や物資が不足するようになり、夜の間に撤退し、カンバーランド渓谷を通って、東、テネシーまでの交代を続けた。両軍の戦った戦力に対する損失を考えれば、ペリービルの戦いは南北戦争の中でも流血の多い戦闘であり、ケンタッキー州では最大の戦いとなった。 西部戦線のコリンス包囲線から、ケンタッキー方面作戦までの展開南軍、北軍境界州である、ケンタッキー州は、南部州のテネシー州やバージニア州、および、北部州のイリノイ州、インディアナ州やオハイオ州の間に位置して、その位置ゆえにまた、オハイオ川など重要な川の支配のために、両軍の星があるところとなった。1861年9月、 ケンタッキー州生まれのエイブラハムリンカーン大統領は、その指針で、私は、ケンタッキー州を失うことが、戦争全体を失うことに近いものになると思うと、書いていた。戦争の初期に、州内の対立する見解が支配をめぐって競い合い、州議会は公式に中立を宣言した。9月3日、南軍のレオニダスポーク少将が、 ミシシッピ川下流の支配のために重要と考えた、ケンタッキー州、コロンバスを占領したのに対し、二日後には、北軍のユリシーズ・グラント巡将が、ケンタッキー州パデューカを占領した時に、ケンタッキー州の中立が初めて破られた。これ以降、両軍ともに、ケンタッキー州の中立宣言を尊重することは、なかった。ケンタッキー州は合衆国から脱退することは、 なかったが、1861年11月に、暫定的な南軍側シュートが、ボーリンググリーンに置かれた。このことは、南軍諸州による、ケンタッキー州の認知となり、南軍機には、ケンタッキー州を表す星が一つ加えられた。ケンタッキー州侵入の主導権は、南軍東テネシー方面軍指揮官の、エドマンド・カービン・スミス少将がまず取った。 スミスはその作戦で、補給物資の調達、新兵の募集、テネシー州から北軍の注意をそらすこと、及び、ケンタッキー州が南軍であることの主張ができると考えた。ケンタッキー州で新兵を募集したいという彼の熱望のいくらかは、ジョンハント・モーガン大佐による1862年7月に行われた騎兵の襲撃が成功して促進された。 モーガンはビューエル軍の広報地帯深く分け入り、ビューエル軍やワシントン DC をかなり驚かせた。モーガンは襲撃中に歓喜で迎えられ支援されもし、さらに900名の部隊に300名のケンタッキー人を加えた。彼はスミスに自信ありげに、州全体が確保できる2万5千名や3万名はすぐに入隊するはずだと約束した。ブラッグはな選択肢があり、 ミシシッピ州コリンスを再ダッシュすること、あるいは中部テネシー州を通ってビューエル軍に対抗することなどが考えられた。スミスの増援要求も気にかかっており、そのミシシッピ軍をスミス軍と合流させることにした。ミシシッピ州チューペロからアラバマ州モービルとモンゴメリーを経由して、テネシ,シ,シー州チャタヌーガに至る複雑な鉄道経路で3万名の不評を移動させた。 ブッシ資用に馬車、騎兵、及び砲兵は、ジョージア州ロームを通って、陸路を移動させた。ブラッグは、西部戦線で上級の将軍だったが、アメリカ連合国大統領ジェファーソン・デイビスは、スミスの東テネシー方面軍は独立の指揮系統とさせ、バージニア州リッチモンドの首都に直接、報告させるようにしたので、このことが、作戦の間のブラッグを難しくさせた。 スミスとブラッグは1862年7月31日にチャタヌーガで会見し、ケンタッキー方面作戦の作戦を練った。新しく創設されたケンタッキー軍には、ブラッグ軍のニコ旅団を加えて、約2万千名都市、スミスの指揮で北のケンタッキー州に入り、カンバーランド渓谷の北軍守備隊に対処することとした。その後スミスは、 ブラッグのところに戻って合流し、ビューエル軍の後に回り込んで、その供給線を守る戦いを強いる。グラントがビューエル軍を北ミシシッピから補強しようとした場合、スターリング・プライスとアール・バンドーン・各少将の小さな部隊がこれに対処する。ブラッグとスミスの軍が合流した場合、上官であるブラッグがスミスを直接指揮下に置く。 ビューエル軍を破ることができると仮定して、ブラッグとスミスの軍隊は、ケンタッキー州に行軍し、地元の住民に歓迎される。北軍が残っていれば、ケンタッキー州で海戦を行って倒し、オハイオ川を南軍の前線にする、という作戦だった。ケンタッキー方面作戦の作戦は大胆だが、危険性もあり、当初は、指揮系統が統一されていない複数の軍隊の、 完全な共同が必要だった。デイビス大統領からは、ケンタッキー州を取れという圧力があったものの、ブラッグはほとんどすぐに考え直し始めた。スミスは、ケンタッキー州で一人で業績を上げることが、個人的な栄誉につながることを予測し、すぐにブラッグとの同意事項を放棄した。スミスは、その意図に合うように、ブラッグを欺き、 表向きカンバーランド渓谷への遠征のために2個旅団を要請した。8月9日、スミスはブラッグに同意事項を破りつつあり、カンバーランド渓谷を迂回して、そこには北軍の守備兵を無効化する小さな牽制部隊を残し、北へ進むつもりだと知らせた。ブラッグはスミスに同意事項に敬意を払わせることができず、その注意をナッシュビルの代わりに、 レキシントンに向かうことに集中させ、スミスにはビューエル軍が、スミス軍を追跡して、ブラッグ軍とスミス軍が合流する前に個別撃破する、可能性があることを忘れるなと注意した。スミスは8月13日にノックスビルから2万千名の軍隊で北に進発し、ブラッグはスミスがレキシントンに到着する直前の8月27日に、チャタヌーガを出た。 この方面作戦の開始は、ロバート・イリー将軍の北バージニア方面作戦での攻勢と、プライスとバンドーンによるグラントに対する作戦時を同じくしていた。中央で指示されたわけではなかったが、南北戦争の中でも最大の南軍による同時攻勢だった。一方、ビューエル軍はチャタヌルガに向けてのそのゆるりとした行軍を放棄するしかなかった。 南軍の動きに関する情報を得て、ナッシュビル周辺でその軍を結集させることにした。スミスとブラッグの両軍が、ケンタッキー州内にいるという知らせは、その軍隊を、北軍の確保するケンタッキー州、ルイビルとオハイオ州シンシナティの、両都市の間に置いておく必要があると確信させた。9月7日、ビューエルのオハイオ軍は、ナッシュビルを離れ、 ルイビルに向かうブラッグ軍との競争を始めた。ブラッグは行軍中に、マンフォードビルの戦いで北軍の砦を占領する、ことでその目標から気をそらされた。この時、ビューエル軍との戦いに向かうか、リッチモンドとレキシントンの占領で、州内中央部の支配を得た後、シンシナティに向かうと脅威を与えている、スミス軍と合流するかを、再び決断する必要があった。 ブラッグは、スミス軍との合流を選んだ。このことで、ビューエルは、ルイビルに到着することができ、そこで北軍が集まって、再編成し、数千の新兵で補強することができた。ビューエルは、ジョシュア・ダブリュー・シル・ジュ賞に2万名を付けて、フランクフォートに派遣し、スミスの注意を流行らせ、南軍の2つの軍隊が合流して自軍に当たらないようにすることを期待した。 一方、ブラッグは事態を離れフランクフォートでスミスに会い、10月4日に行われた南軍側知事、リチャード・ホーズの就任宣誓式に出席することができた。就任宣誓式は近づきつつあるシルの師団からの法制で中断され、その夜に予定されていた就任部東海は中止された。10月1日ビューエルのオハイオ軍は、 ジョージ・ヘンリー・トーマス少将を副司令官として、ルイビルを立った。総勢5万5千名だが、その多くはトーマスが、まだ訓練も施されておらず、適切な砲兵隊も備わらず、訓練を積んだ敵に対して活動的な作戦を、行うには全く、不向きと記述した状態で、3つの別々の道路を、バーズタウンにいるブラッグの古参兵軍に向かって、進軍した。 アレクサンダー・マクック少将の第1軍団は、マックビル道路に沿って、左翼を進んだ。総勢1万3000名は、ラベル・ウェイチル総巡将の第3師団、及び、ジェームズ・エス・ジャクソン巡将の第10師団で構成された。トマス・エル・クリッテンデン少将の第2軍団は、右翼のレバノン道路を進んだ。総勢2万名は、ウィリアム・スウィ・スミス巡将の第4師団。 ホレーショピー・バンクリーブ・准将賞の第5師団を呼び、トマス・ジェイ・ウッドの第6師団で構成された。チャールズ・ C ・ギルバート少将の第3軍団は、中央のスプリングフィールド・パイクを進んだ。ほんの数週間前、ギルバートは大位だったが、以前の指揮官、ウィリアム・ブル、ネルソン少将の殺害の後で、少将の代行と、軍団指揮官に昇進していた。 ギルバートの総勢2万2千名も3個師団で構成された。アルビミエフシェフ巡賞の第1師団、ロバート B ・ミッチェル巡賞の第8団お及びフィリップ・シェリダン巡賞の第11師団だった。ブラッグのミシシッピ軍は2億に分かれた1万6800名で構成された。右翼は、レオニダス・ポーク少将が指揮し、ベンジャミン F ・チーザム少将の1個師団だけだった。 左翼は、ウィリアム・ J ・ハーディ少将が指揮し、J ・パットン・アンダーソンとサイモン・ B ・バックナー各、順将の手段で構成された。ブラッグは9月28日にフランクフォートに向けて出発したとき、その軍隊指揮をポークに任せた。10月3日、北軍大部隊の接近によって南軍は東方への後退を強いられ、バーズタウンが10月4日に占領された。ハーディの翼は、 ペリービルで停止し、ブラッグからの応援を要請した。ブラッグは、ケンタッキー州ベルサイユでその軍隊を集結させたいと、望んだが、北軍第三軍団が急速に接近したので、ペリービルとハロッズバーグでの集結を強いられた。ハーディはいくつかの理由で、ペリービルを選んだ。ペリービルは、住人約300名の村だが、近くの6方向にある町とをつなぐ、優れた。 道路網があり、戦略的な柔軟性があった。ブライアンツビルにある南軍の物資保管所に北軍が接近するのを阻む位置にあった。また、水源を確保できる可能性もあった。その地域は何ヶ月も干ばつで苦しんでいた。暑さは人も馬も耐え難いものであり、町の西にある川やクリークで得られるはずの飲料水源の大半は水量が減って淀んだ。 個別の水たまりになっており、ゼガヒでも確保したいものだった。10月7日、ビューエル軍はペリービル地域に到着し、騎兵隊がその火を費やして、ホイーラーの声を潰した。ビューエルは第三軍団とともにあり、南軍がペリービルで停止し、その不評を配置につけたことを知った。ここで攻撃の作戦を立てた。敵軍が主要な目標だったが、 水源が使えるということは、町とその周辺を支配することを望ましくさせていた。ビューエルは、各軍団に、翌日の午前3時に動き、同10時に攻撃をかけるよう命令を発した。しかし、第1軍団と第2軍団の動きは鈍く、水を探して、航軍のコースから数マイル逸れていた。ビューエルは、攻撃を10月9日まで伸ばし、 その軍隊の配置を終わらせることにし、8日は各軍団長に海戦を避けるよう命令した。ビューエルは到着しつつある軍団の配置を監督できなかった。馬から放り出された時に負傷して馬に乗れなかった。その作戦本部は町の間西約3マイルにあるドーシーの家にした。ハーディはペリービルに北と西から入る3本の道路にまたがって防衛線を 敷いた。造園が到着するまでは、バックナー師団の4個旅団のうち3個旅団しかいなかった。スターリング・エイム・ウッド巡賞が、街の北で配置に着いた。ブッシュ・ロッド・ジョンソン巡賞は、ウッドの右手で、ハロッズバーグ・パイクに近いチャップリン川の東に着いた。セント・ジョン・アール・リデル巡賞のアーカンソー旅団は、 ドクターズ・クリークのシリューブルラン・クリークのすぐ東、ボトムヒルの頂上に陣取り、第7アーカンソー連隊を、クリークの対岸にあるピターズヒルに送っていた。10月7日の夜、南軍の最後の部隊が到着し始めた。パット・ン・アンダーソンの4個旅団の先方が午後3時頃に、その地域に到着した。パックナー師団の残り、パトリック・クリバーン准将の旅団が続いた。 や半ん頃、フランク・チーザム師団の3個旅団が、その小荷物列車を後に到着しすぐにまた熱心に移動した。その4個目の旅団、プレストン・スミス旅団は、ハロッズバーグに戻るよう命令を受けた。この戦闘の最初の発砲は10月8日朝早くに行われた。第10インディアナ連隊の部隊が、ドクターズクリークの乾いている、はずの川床に、 僧類で覆われた水たまりを見つけて、そこを利用しようと前進した。そこで第7アカン総連隊の前衛に遭遇して、重火が交わされた。午前2時、ビューエルと第3軍団指揮官ギルバートは新しく、昇進したばかりのフィリップ・シェリダン巡将に、ピーターズヒルを確保するよう命令した。シェリダンは、ダニエル・マクック大佐の旅団と共に進発した。 シェリダンはその丘を占領し、第7アーカン総連隊をその旅団の主要戦線まで押し返したが、クリークを渡っての攻撃を続行した。リデルの旅団は、シェリダンの喉が乾いた兵士たちの勢いを止めることができず、リデルの属する師団意識官バックナーはポークから支援しないように命令されていたが、その旅団を交代させた。ポークは、精力的に劣勢になることを恐れ、 チャップリン川の西で海戦を始めることを心配していた。一方、北軍側では神経質なギルバートがシェリダンにピーターズヒルまで知り続くよう命じた。この戦闘に先立つ数日間、ブラッグはフランクフォートに向かうシルズの師団によって、それがビューエルの主力攻撃部隊と思い欺かれていた。ブラッグはポークがペリービルで敵の 小さな部隊と思っていたもの攻撃して打ち破り、すぐに戻ってくれば全軍が、スミス軍と合流できるものと思っていた。ポークはその朝早く伝令をブラッグに送って、活発に攻撃するつもりを伝えたが、すぐに考えを変えて、防御に徹することにした。ブラッグは戦闘の音が聞こえないことに起こり、指揮を取るためにハロズバーグから、 ペリービルまで馬を走らせ、午前10時頃に到着して、ハロッズバーグパイクソイのクローフォードの家を作戦本部に定めた。ブラッグは、ポークの戦線に隙間があり、側面を適切に押さえていないのを見て愕然とした。馬で乗り進んで、町の北にいるマクックの第一軍団の様子を観察したが、大きな脅威はその日の朝早くに、 第三軍団に対する行動が起こった、スプリングフィールドパイクで続いていると判断した。自軍の配置を北から南に並ぶ戦列に変え、定型編成の攻撃に備えるよう命令した。チーザムの師団は、町から北に進軍し、北軍左翼に対する攻撃に備えた。これはブラッグが、マックビル道路で大きな、左旋回、ミサオ軍を始めようと考えたものだった。 パットン・アンダーソン師団のニコ旅団が北軍中央を襲い、サイモン・バックナー師団は左翼で支援するというものだった。サミュエル・パウェル大佐が指揮するアンダーソンのもう一つの旅団がさらに南のスプリングフィールドパイクから攻撃しようとしていた。チーザム師団の北へ向かう大急ぎでの行軍で巻き上がった埃の大きな雲でマクックの舞台に南軍は 撤退を始めていると思わせることになり、これがその日予測の南軍による吸収効果を上げた。10月8日の午後までにビューエル軍の大半が到着した。マクックの第1軍団は左翼にベントン道路からマックビル道路にかけて配置した。ギルバートの第3軍団は中央のスプリングフィールドパイクに、クリッテンデンの第2軍団は右翼のレバノンパイクに配置した。 戦闘中の大半の行動は、マクックの第一軍団に対するものだった。異常な音響陰影のために、2マイルしか離れていない、ビューエルの作戦本部には戦闘の音がほとんど聞こえなかった。ビューエルはその日遅くまで、戦闘の実質統制を行わず、予備隊を取っておくこともしなかった。午後12時半に、チーザムの砲兵隊からの砲撃が始まったが、 不評にはすぐに前進を命じなかった。北軍兵はその戦列を構成し続けその側面は北へ伸びて意図していた攻撃路を越えていた。ブラッグはチーザム師団をウォーカーズベンドに移動させ、それによって北軍の開いた側面を叩けると考えた。南軍にとって不運なことに戦場の北端に突き出た丘、オープンノブに北軍、マクックが チャールズ・パーソンズ中佐の砲兵隊とウィリアム・アール・テリル、巡将の旅団を配置する前に、南軍機兵の偵察隊が引き上げていた。マニー、ブラウン、ジョンソン及びクリボーンによる、攻撃南軍ダニエル・エス・ドネルソン巡将の旅団が、最初にチャップリン川を渡り、西岸の崖に登り、午後2時ごろに攻撃を開始した。 その旅団の中で二個連隊は別のところに派遣されていたので、三個連隊だけで攻撃した。チーザムは、奴らに地獄を見させろと叫んだ。南北戦争の時に続いた伝説の一つでは、聖公会主教でもあるポークが近くにおり、チーザムに続いて、奴らに、それをやるんだ。チーザム将軍が言っているものをと続いたということである。この旅団は予想していたような、 開いた側面を突く代わりに、北軍陣地の中央に、正面攻撃をかけてしまっていることが分かった。ジョン・エイジサベージ大佐の、第16テネシー風評連隊は、他のニコ連隊よりも前に出て、サミュエル・ J ハリス大尉の砲兵隊に迫ろうとした。西の窪地に動くと、第33オハイオ風評連隊と200ヤード北の、オープンノブにいる。 パーソンズ砲兵隊の八門の大砲から十字砲火を浴びた。チーザムはジョージ・イマニー巡将の旅団にオープンノーブのパーソンズ隊に対処ために前進するよう命じたが、ドネルソン旅団は敵の砲火に行しきれず、午後2時半におよそ20%の損失を出して撤退し、出発点に戻った。サベージの連隊は370名中219名が失われた。 オープンノブのパーソンの砲台、2007年、撮影オープンノブのパーソンズ対八門の大砲は、経験の足りない兵士が操作しており、その中には、第105イオよう連隊の不評新兵の者も,もいた。テリルの第33旅団が、大砲の防衛に配置された。北軍の中尉がドネルソンの攻撃に向いていたので、マニー旅団が森を抜けて気づかれずに、ノブに接近できた。 その後北軍は大砲を向け直して、激しい砲撃戦が起こった。第10師弾の指揮官、ジャクソン准将が、この戦闘で戦死し、指揮権は、テリルに渡ったが、テリルが、即座にまずい指揮判断をしてしまった。その砲兵隊の安全が、脅迫観念になっていたので、第123入りの異連隊に丘を振って、銃剣突撃をかけるよう命令した。 770名の未熟な北軍兵が1800名の南軍古参兵の手にかかって大きな損失を出した。第80入りノイ連隊とセオフィラスティーガラード大佐の指揮する文献隊から援軍が到着し、2面は短時間で到着状態になった。ウィリアム・ターナー中佐が指揮するマニーの砲兵隊が経験の足りない防御兵に砲撃をかけ、マニーは 急な斜面を駆け上がっての突撃を命じ、これで丘の上の北軍を一掃し、パーソンの大砲の大半も捕獲した。必要に頑張っていたパーソンズは撤退する。兵士によってその現場から引きずり出さなければならなかった。マニーの攻撃は続いて西方に向かい、オープンノブの反対側の斜面を降り、トウモロコシ畑を抜けて、ベントン道路を横切った後で、 国軍ジョニシー・スタークウェザー大佐の第28旅団の2200名と12門の大砲が占領するもう一つの急な尾根に向かった。これらの大砲がオープンノブを耐え難い場所にした。スタークウェザーはマニー隊がパーソンズの陣地を攻撃している間にトウモロコシ畑に第21オイスコン新連隊を配置した。 第21部イスコンシン連隊は結成されてから1ヶ月も経っておらず、まだその武器を使ったこともないものがいるような未経験な兵士の連隊だったが、トウモロコシ畑の十内市十二12フィートもある、トウモロコシでほとんど何も見えなかった。彼らは、テリル旅団の残兵が側を通って撤退してきた時に驚かされた。テリル自身も撤退しながら、 反乱軍が恐ろしい勢いで前進していると叫んだ。テリルは連帯副官を説得して再度銃剣突撃をかけさせた。200名の兵士が前進し、すぐに前進してきた南軍兵に粉砕された。北軍兵は撤退してくる。遊軍兵が撃たれないように銃撃を続けねばならなかったが、スタークウェザーの砲撃が同士打ちとなって多くの損失を出した。 第21部イスコンシン連隊は、南軍の隊列に何とか、一斉射撃をかけたが、1400丁の一斉射撃の、返礼を受け、北軍連隊は大きくその勢力を減らされ、生存者は、ベントン道路に向かって逃げた。大砲からの砲弾が急速に発射されたので、大地自体が、火山の騒音の中にいるように見えた。鉄の嵐が我々の隊列の上を通り過ぎ兵士を、 潰し粉々に砕いた。大気は息苦しい煙と火で満ち、悪魔に苛なまれる人々で満ちた地獄の穴のように、思われた。第一テネシー連隊、兵卒サムワトキンスチーザムは、ドネルソン旅団が戦っていた、南軍戦線の隙間を埋めるために、アレクサンダー・ピース・チュアート准将のテネシー旅団を、配置し、スタークウェザーに対して前進していた、マニーの旅団と合流させた。 第一テネシー連隊が丘の北端を攻撃する一方、マニーの旅団の残り部隊は直接斜面を登って攻撃した。しかし、スタークウェザーの陣地は強固であり、その不評と砲兵の強い砲火によって南軍は最初、撃退された。二回目の突撃と、名惘な白兵戦により南軍は、砲台の中にある頂上に達した。一方、テリル巡将は、 戦闘に戻り、その部隊を丘の反対側の斜面で引いていた。テイリルは頭の上で爆発した砲弾で致命傷を負い、翌日午前2時に死んだ。スタークウェザーはその大砲のうち六門は引き上げることができ、100ヤード西の次の尾根に移動した。最高到達点北軍は再度強固な防御陣地につき、大砲の支援と険しい斜面の頂上に石壁もあった。 マニーとスチュアートの部隊は3度攻撃を試みたが、すべて不成功だったので、午後5時半頃にオープンオブ近くまで後退した。マニーの旅団による3時間以上の攻撃は、この戦闘の中でも最も流血の多いものとなり、最も重要な時点だったとされた。歴史家のケネス・ W ・ノーは、マニーの最後の撃退が、 西部戦線での南軍の最高到達点であり、ゲティスバーグの戦いでのアングルに勝るとも劣らないと表現した。中央では、アンダーソン師団による定型編成の攻撃が続いた。午後2時45分、マニーの最初の攻撃がオープンノブで撃退されたの。同じ時間に、トマス・エム・ジョーンズ大佐の旅団が大きな陥没穴のある警告を越えて攻撃を開始した。 ジョーンズは、アンダーソンやハーディからの攻撃命令を受けて、いなかったが、その右手で銃声を聞いたときに、自分の考えで前進を始めた。この部隊が、警告に入ると、北軍レナード・エイ・ハリス大佐の第9旅団が陣取る、隣の尾根から、マスケット銃と12門の大砲の砲火でなぎ倒された。ジョーンズ旅団に属する、チャールズ・ラムスデン大尉のアラバマ系双方兵隊が、 反撃したが、視覚的な錯誤により、連続した尾根が一つに見えて、適切な射程を設定できず、北軍前線に対する効果的な攻撃ができなかった。午後3時半、南軍ジョンシーブラウン巡将の旅団が、ジョーンズ隊の撤退した後に入れ替わった。この時までに、北軍の砲兵隊の大半は、弾薬の補給のために交代しなければならず、ブラウン隊は、 上恩図体と同じ運命をたどらなかった。それでも、南軍の左翼が、北軍の陣地に圧力をかけることに成功するまで、不評体が守る陣地に対して前進できなかった。ボトム合誌の居宅2007年撮影マクックの第一、軍団のほぼ大半は、戦闘開始の時点で、合誌、ヘンリー・ P ・ボトムが所有する土地に陣取っていた。軍団の右翼、 ウィリアム・ H ・リトル大佐の第17旅団は、ボトム合シの巨宅と納屋がある尾根に陣取っており、チャプリン川の屈曲部や一つの丘、さらに反対側にある RF ・チャザムが所有する農園を見下ろしていた。この地域に対する南軍の攻撃は、午後2時45分頃に、チャザムハウスヒルを降ったブッシュロッド・ R ・ジョンソン巡将の旅団が始め、 ほとんど乾いた川床を渡り、ジョン BT 大佐が指揮する第3オハイオ風評連隊を攻撃した。この攻撃は、統率が取れていなかった。バックナーからの命令が最後の瞬間に変えられ、それがあらゆる参戦部隊に行き渡らず、まだ、チャザムハウスヒルにいるうちから、友軍の砲火で戦線を壊された。石壁を伝えながらの戦闘で、不評部隊がやっと丘を駆け上がった時、 南軍の大砲が、第3オハイオ風評連隊を砲撃し、ボトム合紙の丸太作り納屋に火をつけた。北軍の傷ついた兵士が逃げ場を求めて納屋に入って、おり、その多くは消死した。オハイオ連隊が交代し、その後を、第15ケンタッキー連隊が継いだ。ジョンソンの部隊は、弾薬が突きかけており、パトリック・アール・クリバーン巡将の旅団が午後3時40分頃に、 戦闘に加わった。クリバーンの馬が砲弾に当たって死に、クリバーン自身もかかとを負傷したが、その部隊の前進を続けさせた。彼らが丘の斜面を上がっていくと、南軍の砲火にさらされることになった。クリバーンは後に、自体の兵士が、リッチモンドで捕まえた、北軍兵士の青い制服ズボンを履いていたので、友軍の砲火を呼んだと推測した。クリバーンの左手では、 ダニエル・ W ・アダムズの旅団が第15ケンタッキー連隊に対する攻撃に加わり、ケンタッキー連隊は第3オハイオ連隊の三個中隊から応援を受けていた。北軍の部隊は西のマクックの作戦本部があるラッセルハウスの方向に交代した。リトルは部下の兵士たちを呼び集めようとしている時に頭に負傷した。彼はそのまま戦場に残され捕虜になった。 ビューエル指揮下の兵士が、ペリービルの恐ろしい出来事を忘れることがあるだろうかそこでは3万名の兵士が、マクックの援助がなく、無視され、放棄すらされていた部隊をただ立ったまま見聞きし、その救援のために一発の弾を発射するでもなく一歩も動かなかった。第17オハイオ連隊、ジョン・ M ・コネル大佐リトルの旅団が打ち破られている時、フィリップ・シェリダン師団の左翼は、 ピーターズヒルの南数百ヤードしか離れていなかった。戦闘後長く続いた議論は、なぜシェリダンが戦いに加わる選択をしなかったかだった。この日早く、シェリダンはギルバートから回線を避けるよう命令を受けていた。午後2時頃、ビューエルがギルバートと昼食をとっている、作戦本部にも法制が届いた。二人の将軍は、その音が、北軍方兵隊の訓練だと思い、 シェリダンに弾の無駄遣いをしないよう伝言を送った。シェリダンは実際に南軍攻撃部隊に砲弾を送り込んでいたが、ギルバートが後方から戦場に到着した時、シェリダンは攻撃されているのだと思い、後退して残壕に入るよう命じた。パウェルのシェリダンに対する攻撃、シェリダンの師団は戦闘の終わり頃に参戦した。南軍サミュエル・パウェル大佐の旅団が、 クリバーンの左手にいるアダムズの旅団と共に前進を命じられた。しかし、このニコ旅団は大きく、間が空いており、パウェル旅団は、ペリービルのすぐ西、エドワーズハウスヒルにいた。午後4時ごろ、パウェルはブラッグから、ブラッグ軍の左翼に砲撃を加えている、ヘンリー・ヘスコック隊の大砲を黙らせるために、スプリングフィールドイクを西に進むよう命令を受けた。ブラッグは、 それが、第三軍団全軍ではなく、孤立した、砲兵隊だと思っていた。パウェル旅団の三個連隊は、シェリバンの師団に遭遇し、シェリダンは当初南軍による攻勢を、心配支援分を求めていたが、南軍の三個連隊はすぐに撃退された。それは、壁や、溝やトウモロコシ畑を越えていくマラソンを、走っているようなものだった。敵は前におり、 我々は追いかけた。ある時は敵との距離が非常に近くなったので、一度は反逆兵の後から蹴りを入れることができた。第15ウィスコンシン連隊、アーサーサイバーシェリダンはその後の戦闘では大変攻撃的だということになったが、この時は敵の 小さな部隊を追撃することを躊躇し、またダニエル・マクックから北に動いてその兄の軍団を支援してくれという要請も断った。しかし、シェリバンがその前に要請していた援軍として、ウィリアム・ P ・カーリン大佐の第31旅団がシェリバンの右手についた。カーリンの部隊は攻撃的にパウエル隊の追撃に移り、ペリービルに向かってできる限りの速さで追った。 この部隊が街の西外れにある墓地に着いた時、激しい砲撃戦が始まった。カーリンは前に押していき、ジョージ・ビー・ワグナー大佐の第21旅団も合流した。この2個旅団は、ブラック軍の退却路を支配する重要な町の交差点を確保するために停止したが、ギルバートからミッチェルに当てた命令で、ミッチェルの激しい抗議にもかかわらず、前進が止まった。 ディックスビル交差点の防御、午後5時45分、ブラッグ軍の攻撃は、大掛かりな強撃の形を取り、マクック軍団の両側面が押されて密集した、集団になった。この密集は、ベントン道路とマックビル道路が交差する、ディックスビル交差点で起こった。もしこの交差点が確保されれば、南軍は、マクック軍団の右翼を取り巻いた可能性があり、 効果的に北軍の他の部隊から孤立させることができるはずだった。攻撃の南側部隊の動きがラッセルハウスに一時的に作られた戦線で鈍くなり始めた。ハリスとリトルの旅団がクリバーンとアダムズの旅団の攻撃で行き詰まりになるまで持ちこたえた。攻撃の北側部隊はスタークウェザー隊の防御で止められていた。残った攻撃は北のマックビル道路からのものであり、 バックナー師団からセントジョン・アール・リドルと、スターリング・エイ・エム・ウッド各巡将の、まだ疲れていないニコ旅団が行った。攻撃の当初の目標は、ジャクソン師団のジョージ・ウェブスター大佐の第34旅団だった。この攻撃でウェブスターは、致命傷を負った。その死は、第10師団にとって、最後の上官の損失となった。師団指揮官のジャクソンよび別の旅団指揮官テリルが、 すでに致命傷を負っていた。ウェブスターの不評体とハリス隊員の砲兵隊が、ベントン道路に近い丘の上に陣取り、ウッドの攻撃部隊を粉々に打ち砕き交代させた。ウッド隊は丘のふもとで再結集し、攻撃を再開した。ハリスの砲兵隊は、弾薬が突きかけたので交代を強いられ、南軍の攻撃で、ウェブスター隊は、交差点の方向に押し込まれた。 マイケル・グッディング大佐の第13旅団が、ギルバート軍団から戦場に到着し、戦闘に参加した。ウッド隊が交代しリドル隊と入れ替わった。この援軍の到着は、マクックの追い詰められた軍団に対して、遅すぎた、救援要請の試みの結果だった。午後2時半、マクックは、ピーターズヒルにいたシェリダンに副官を送り、第1軍団の右翼を守るよう要請した。 さらに午後3時、一番、近い第三軍団から支援を得るために二人目の参謀士官を伝令に送った。その士官は、第三軍団予備隊の第一師団を指揮する、アルビン F シェフ事務所に出会った。シェフは独断で行動する気が進まず、その士官をギルバートに差し向け、ギルバートはさらに2マイル以上離れた、ビューエルの作戦本部に差し向けた。マクックの参謀士官が、 作戦本部に到着したのは午後4時となり、それまで戦闘の騒音をほとんど聞くことのなかった指揮官を驚かせ、南軍の主要な攻撃がしばらくの間続いていると信じるのが難しかった。それでもビューエルはシェフ師団のニコ旅団に第一軍団の支援を命じた。この比較的小さな約束はビューエルが報告を受けた。 悲惨な状態を額面通りに受け取ることを躊躇したことを示していた。リドル隊は交差点の東100ヤードのない距離にある特定されない部隊に発砲した。そこからはお前たちは友軍に発砲している。お願いだから止めてくれという叫びが聞こえた。一億の指揮官、レオニダス・ポークは同志打ちにあったと見られる犠牲者を見定めるために馬で前に進むことにした。 ポークは誤って、第22インディアナ連隊の戦線に乗り入れてしまい、北軍の戦線を抜けて、結露を開かざるを得ないと悟り、北軍士官のふりをして、北軍部隊に銃撃を止めるよう叫んだ。ポークが逃げをわせて、リドルと南軍に発砲と叫んだ時、数百のマスケット銃が一斉射撃を行い、 第22インディアナ連隊のスクワやキース大佐を殺し、連隊の損失率を65%に高め、それはペリービルに参加した、どの連隊よりも高い数字となった。リボルは攻撃を続けようと望んだが、ポークは自ら敵軍と接してきたことで老狽しており、暗闇が訪れたことを呪って攻撃を止めさせた。北軍の部隊はその物資や装備を危険の残る。 交差点を通って動かし、北西200ヤードに一連の丘で戦列を安定させた。マクックの軍団は、終日激しい被害を受けたが、破壊されるまでには至らなかった。私は戦争の間、第一テネシー連隊が行ったすべての戦闘、小ゼリアイ及び抗軍に従った。しかし、ペリービルの戦いほど、激しく競い互角に渡り合ったものを思い出せない。 二人の男がレスリングをやったとすれば、ドッグフォールと呼ばれていたことだろう。両軍が勝利を主張した。両軍が鞭打っていった。第一テネシー連隊、兵卒サムアとキンス北軍の損失総数は4276名だった。南軍の損失総数は3401名だった。ブラックストンブラッグは、攻撃的に戦い、敵軍を1マイル以上も押し込んだので、 戦術的な勝利を得たとされている。しかし、北軍第三軍団が、スプリングフィールドパイクを進軍したことがわかり、その日遅く知ったことだが、第二軍団が、レバノンパイクにいたことも合わせると、彼の不安定な戦略的立場が、明らかになった。午後9時、クローフォードハウスで、部下ちと会合し、夜半後に撤退を開始し、自軍が、スミス軍と合流する間、 警戒線を残しておく命令を与えた。ブラッグ軍がハロッズバーグに向けて行軍するときに900名の負傷兵を後に残していかざるを得なかった。グッドナイト領地にある南軍墓の石碑2007年撮影ビューエル軍の他の2個軍団はそれぞれ参戦した南軍と同じくらいの勢力があった。戦闘が始まったときに これら二個軍団が大胆に前進しておれば、容易に、ペリービルの町を占領でき、ケンタッキー州中部にある補給庫から南軍を切り離し、おそらくは、アウステルリッツの戦いやワーテルローの戦いのような、戦場における決定的な勝利を得たことだろう。ジェラルド J、プロコポイッツ、オールフォーザレジメントブラッグは、ハロッズバーグで、スミス軍と合流し、北軍と南軍は、 精力的に拮抗できるほどになって、次の州に、今一度小ゼリアイを演じたが、どちらも、本格的に攻撃しなかった。ブラッグは期待していたケンタッキー州での新兵はもはや、現れず、州内に泊まるために必要な兵団の支援にも、欠けていると認識し、カンバーランド渓谷を通って、南東のテネシー州、ノックスビルに向かった。その後すぐに、 アメリカ連合国の首都バージニア州リッチモンドに呼び出され、ジェファーソン・デイビスに向かって部下から告発されていた。この方面作戦での行動を釈明し、軍の指揮官を変えてくれるよう要請した。デイビスはブラッグを指揮官に止めておくことにしたが、ブラッグと部下との関係は大きく損なわれた。ブラッグは軍隊に戻ると、テネシー州マーフリーズバラへの転身を命じた。ビューエルは、 ブラッグ軍に対して、心半分の追撃を行い、リンカーン政権が望んでいたような東テネシーへの押し出しではなく、ナッシュビルに戻った。ビューエルの業績に関する不満が鬱積し、西部方面軍の再編成につながった。10月24日、新しくカンバーランド方面軍が、ウィリアム・ローズクランズ少将のもとに作られ、ビューエルのオハイオ軍はその下について、 第14軍団と改められた。ビューエルはこの方面作戦での行動を調査する委員会への出席を命じられた。その後の1年半軍事工事所に泊まり、その軍歴は終わった。1864年5月には除隊した。ペリービルの戦いに続いて、北軍は戦争の残り期間ケンタッキー州の支配を続けた。歴史家のジェームズ・ m マクファーソンは、 ペリービルが戦争の大きな展開点の一部と考え、アンティータムとペリービルで南軍の侵略を止めた時にヨーロッパ諸国のアメリカ連合国に対する調停と認知の規制を制し、おそらくは北部政府の戦争遂行能力を妨げたであろう1862年の北部における選挙で民主党の勝利を防止し、戦争の範囲と目的を拡大した。 奴隷解放宣言への改定を設定したとした。ペリービル戦場跡の一部は、ペリービル州立歴史史跡として、ケンタッキー州により保存されている。ありがとうございます。